1939年1月、関西元茂12月18日から1939年3月21日は、戦前のして方、関西流の音楽師。24世、関西宗家。署名、記憶、後に、元茂る、そして関西宗家の通り名であった、関西左近に改名。号は、光行混乱していた関西流の統一と発展に努め、 当時の農学会の指導者と目された、実家の家族と、左から弟、広道、元茂る、母、講子、祖母、三世、井上八千代、1927年頃、関西流農学士、片山黒郎三郎と、妻、講子の長男として、京都に生まれる。父の黒郎三郎は、最後の関西大部、関西清高の三男で、婿子養子として、 片山黒衛門家の後継者となっていた。片山家は京都関西流の名門で、俗に関西流の京都書士代などと言われた家柄である。また、孔子の母、すなわち六世、黒衛門の妻が、京米、井上流の名人、三世、井上八千代である。戸籍上、記憶は片山家当主であった、この祖母の養子となっていたらしい。五歳で、花箱で、 初舞台、八歳で、岩船の指定を務める。父、九郎三郎による清久への稽古は厳しく、同じことは、決して二度教えず、一ペン稽古をして、あとは、自分で苦心しろというものであった。当然幼い記憶が一度で満足に覚えることが、できるはずはないが、失敗すると、九郎三郎は記憶を容赦なく引っ張った。ある時には記憶を縛り付け、ノー。 道な寺の鐘を吊るす間に、記憶を吊り下げて石棺したことさえあった。黒尾三郎は間違った箇所を指摘することはせず、自分から教えたことを思い出すまで何度も稽古を繰り返させた。記憶は後に、それだけに一度今日はつったことは決して忘れませんでしたと、振り返り、書生、梅若万三郎も、その記憶力の高さに驚いている。母、講師や、叔父、精錬などが、 クロ三サブロに厳しすぎると苦情を述べることもあったが、清く自身は、この道が好きの一年でこの稽古を苦にしなかった。高等小学校を中途退学し、囲碁稽古に専念しつつ、藤代サ助、二ケ、亀松、大野徳幸らの個人指導を受ける。これは単に能学士としてのみならず、工術するように将来の関税総家となることを見越しての教育であった。 沖縄を務める左近。1939年1月8日おじの23世、宗家、関税精錬に子がなく、また精錬が1907年頃から病気がちとなることもあって早くからその養子に臨まれていた。清久の名も精錬が西本願寺保守、大谷光村と相談して名付けたものである。精錬の病状悪化に伴い、養子入りの話が具体化する。 しかし、片山家の志士でもある清久の養子入りには、祖母、春子が強行に反対しており、無断で内閣を出した、黒三郎が、その激怒を買ったと報道されたこともあった。一方の宗家側の使いも、これでは面目が立たないので腹を切ると訴える騒動となったが、結局弟、片山博道の誕生もあり、1908年に14歳で、精錬の養子となる。 1911年、養父、清廉の死により24世宗家を継ぐ。当初は、文家当主、関瀬哲之丞が、後見人となるも、老年のため、梅若万三郎が代わって指導することとなったが、結局5番ほどのお世話を見るに止まった。そのため、実父、関瀬元吉七世、片山黒江門襲名、1916年公主と、離縁して、 関ん家に戻るが事実上の貢献人を務める。元吉は、京都に拠点を置きつつ、たびたび上京しては我が子の相談役となったが、あくまで家元とでしかの人間、という態度を崩さなかった。1913年、元茂と解明。翌1914年12月には、大正天皇即意識後の祝縁での演納で、宮城にて沖縄を務めている。 元吉は1920年に没し、以後独学で芸の精進に努めることとなる。すらりと背高い、整った、要望、天神の声と評された、美しい歌いに恵まれ、気品ある芸を完成させた。梅若万三郎関世流では明治以来、維新直後の混乱に橋を発して、諸星、梅若る関世鉄の城といった有力者が独自に免状を、発行するなど、 家元同然の活動を行い、流派が家元派と梅若派に分かれて対立する状態にあった。元茂の家元相続前後から、実父、元吉などが是正に動いたが不調に終わり、なおもみ、紅れないの子である梅若万三郎、六郎兄弟、関瀬鉄の城が独自の免状を発行する不自然な状況が続いていた。1917年、 農学会回答になった徳川家里は問題の解決を目指し、それを受け池内の武は梅若流独立の宣での解決を両派に提示した。元茂は父を含む反対派を説得して、これを受け入れることを決断、1920年話し合いが持たれるものの結論は出ず、その間に有力者3人を抱える梅若派内の対立、湧き方。 林し方、狂言方三役からの強硬な反対もあって、議論は決裂する。結局翌年、元茂は梅若派を除名し、関瀬鉄之丞とは、芸事上の交際を立つ旨を諸方面に通達する。梅若派は、鉄之丞と共に、梅若流を設立するが、三役と対立した状況では満足な活動もできず、1929年に関瀬鉄之丞が、 1932年には、梅若万三郎が、関西流に復帰した。円満な解決には失敗したものの、自ら難問に中心となって取り組んだことは、元茂の聖望を著しく高めた。またその後の両人の復帰にも力を尽くしている。日比谷能での、あたけ。1938年1月21日1927年、関西宗家の伝統的な名である。 関税左根を襲名する。1931年、東京音楽学校法学科の設立に伴い、法学部講師に就任。法学部が本科となるのに合わせ、1936年には教授に昇格している。1934年2月、40歳を記念して、関西会農学堂で、自らの独演による五番号を観行。曲目は、畜部党、春勢忠則、 江口、過激よ、もち野上豊一郎、三宅女王を通じエッセイ集の執筆を依頼され、三宅の編集で1939年、能学随奏として刊行する。まだ早いのではありませんかととう弟しの藤並、純三郎に対し、いや、今の心境だよ、先へ行ったら、先でまた書くと述べていたが、構成中途で倒れ、これが一上となった。 大成版歌い本制定のための集まり。葉山の関税総家定にて。上段左より、関税仮説、武田総二郎、下段左より、佐根、諸生梅若万三郎晩年、佐根が、自らの一世一代の仕事として取り組んだのが、関税流大成版歌い本の刊行である。当時家元の承認を得ない歌い本が多く、刊行されており、特に、 丸岡葛浦企画の観光開放をめぐっては、仙台精錬の第二訴訟となるなど、懸案事項となっていた。1920年には、宗家と提携する日野木書店から対正開発館予想家商本、1931年からは、それを改定した関税流用局商本を観光していたが、完成度の高い観光開放の人気は高く、なお、遅れを取る状況だった。 関西流体制版歌い本は、流派に復帰した関西鉄の城、梅若万三郎の協力を得て、才の生じていた関西流の歌いを統一しようという目標を掲げ、野々村海さん、野上と余一郎、野瀬浅継といった農学研究者、又宮家城、小林静雄、松野奏風などの参加を求めた。軸の変更を最小限度に止めようと提案した野々村に対し、 左近は、ごビと思われる箇所については思い切って、直すよう方針を示し、野々村を驚かせた。こうして刊行された、大成版歌い本は、その充実した内容で、総家本の地位を確立するに至った。刊行が始まった時にはすでに左近は多界していた、ものの、家元としての最後の仕事と言われるように深く、関与した仕事であった。 1939年3月12日、祖父、片山晋三追善能で、外箱小町を舞うが、その後に和歌に病を得、同21日、肺炎のため休止、45歳没。打つ。宗家として活躍した昭和初期、関税流は、流とも100万と称するほどの誠意を誇り、現在まで五流の第一の地位を保っているが、それをなさしめたのは彼一代の間の活躍であった。 その業績としては、前述の完売問題の前進、大西版歌い本館公営の関与のほかに、関西での流派内の統一を成し遂げ、梅若派の勢力が強かった東京においても、流勢挽回に成功し、また指導者として多くの職分を育成したことなどが挙げられ、高く評価されている。香西ただしは、青年時代に見た左近の歯衣をこんなに圧倒されたことは、 他にない、その芸風を、ただけ高いまでに気品がある、洗練の曲を尽くしたと記し、若くして、いささかの未熟さも感じさせなかったその詩芸が、もし町名ならどのような境地に達したか、とその早すぎる死を痛んでいる。NHK ラジオ、墨田川収録。左から二番目がサコン、左端の小方が、岩章1921年に、梅小路貞行紫爵の娘。 重子と結婚したが、養母との不仲から離婚。1925年に再婚した吉子との間に、なかなか婚が生まれなかったため、おじ、関瀬正弘の孫、正治を見出して、養子師とした。後の25世遺相家、関瀬ぜ岩生である。その後生まれた実子の関瀬元明も能学師として、活躍した。また年の離れた、実弟、片山博道にとっては氏であり、 七代わりの存在でもあった。旧世、片山黒衛門はおい。梅若万三郎、亀道館和に掲載された左近の筆跡弟子の藤波、紫雪によると折り目正しく、厳しい方であられる。反面、応用で来楽なところがありました。小里章だったが趣味は、剣道、ビリヤード、相撲、お茶屋と変遷し、楽屋にビリヤード台を据えて、 川崎九園らの品種を買ったこともあった。また釣り、狩猟なども足しなんだほか、記号を好み、筆を取っては周囲に与えることもしばしばだった。好きな曲としては、脇の二番目もの、三番目ものとし、特に沖縄、高砂といった曲を最上位、他には二番目ものの清常、八島、三番目ものの井筒、松風、花形見をあげ、要は、 しつとりとした本格的な脳らしい脳が好きなのですと述べている。逆に自然孤児などの4番目もの、5番目ものはくどくれた感じがあるのが苦手だとしているが弱防止などは好きだという。幼少期の厳しい稽古については前日の通りであるが、その後若くして死を失った左近は宗家に伝わる数々の伝書類を研究しながら、 独学によってその芸を完成させることとなった。実定、片山博道も、先生の芸は、鉄道鉄尾、頭から割り出したものであったと回想している。成人後は舞台に立って稽古をすることは全くと言って、いいほどなく、藤波施設は、多分、床に入られてから、あれこれ考え、工夫考案していられたものと思います。お若い時に、よほどしっかり叩き込んで終わりになったのでしょうと。 語っている当時左官に叫ばれていた脳の大衆化といった問題について、左近は一般には保守的な立場とみなされていた。左近は脳は映画やレビューのように誰が見ても面白くすぐわかるといった性質のものではないから大衆化ということは無理だと思っている。大衆に迎合する様脳を変化させることはかなり重大であって下手をすれば 脳の破壊に過ぎなくなってしまうとしつつ、より多くの人が脳を見られる機会を作ることで、むしろ大衆の干渉力を、脳を理解できるまでに、徐々に高めていかうという志を持ち、1937年7月に、日比谷公会堂での大規模な演奏会を主催した。野上豊一郎の東王に際しては、同行して、野上の講義と共に、脳の講演を行わないか、という誘いがあったが、 日本での農学普及を優先したいという信念から、一旦はこれを断っている。しかし水面下ではその後も話が進められており、史上初となる欧州遠藤の計画が具体化しつつあったが、急姓によりこれは叶わなかった。オバステ、1938年4月17日。翌日には万三郎が、日垣を舞い、左近は、今回のオバステは、 万三郎さんとの立ち会いだったというほどの意気込みで、望んだ当時の名人であった、書生、梅若万三郎は、家元継承直後の後見人であり、病床の養父、清廉からも万三郎を目標とするように、と教えを受けていた。華やかな芸風で名人と歌われた万三郎の画像に、左近は持ち前の気品と有限な芸を持って挑み続けた。一方で、左近は、 完売問題が決立し、除名処分を行った後も万三郎に会うと、師匠と呼び、万三郎が人に聞かれると困るから、と止めても、稽古を受けたのだから、師匠と呼ばしてくれと譲らなかったという。親父家祖父のように慕ってきた左近の死を、万三郎は自分の息子を亡くした時のようだ、と痛んでいる。完全に家元として、その誠意は、 農学会に君臨していたと評されるほどのものであり、その休止は農学会に大きな波紋を呼ぶのではないかと危惧されるほどであった。自身は家元という立場について変われるものなら誰かと大捨て一個人として芸の勉強がしたいなどと何度考えたかわからないと記している。煩雑な所持に追われるのみならず、家元として流儀の規範となるような家元芸。 大武芸を目指さざるを得ないという制約もあり、家の芸を無視した私一個の考えで、名人上手になることは、比較的優しいが、その点、弟子カが羨ましくて、仕方がないと実感している。実定の片山博道は、左近がその立場ゆえに対等に話せる、相手のいない、孤独な存在だったと指摘し、自身も述べている、お天気な性格で誤解されることも多かったが、実際には、 人の情に飢えた寂しがり屋であったと、その没後に記している。ありがとうございます。